ますけれど、ご明確にお願いします。まあ、対人主婦内閣でありますから、全く人事の新しみ期待感が持てませんで、身内の中で回しているというのは精一杯という印象であります。それとても民主党という政権与党の中でどれだけのコンセンサスがあるんでしょうか。まあ、そういうことをきちんと国民に説明する必要があると思います。国民主党の金井さんの特別補佐官という、まあ、連立政権という形でありますから、精一杯その連立の形を見せようとしたというところだろうと思います。何をおやりなのかよく分かりません。しかも別なポストを保持したということから見ても、やはり亀井さんの方にもこの対人主婦内閣にちょっと腰が引けているとそういう印象も持たれています。以前の細かな斉藤さんの方にもなったという話ありましたけども、結局その細野剛さんが原発担当大臣に内定してますけれども、はいはい、まあ、これは結果として、菅さんが思ってたことが現れたわけですから、まあ、本音だったんだなと今にして思うわけでありますけれども、この細野さんも実際の担当が大きく変わるわけではありませんので、まあ、対人主婦前提で、これまでの仕事を継続するという意味合いしか持てないと思います。一方でその今日午前中にはですね、はい、自民党の参議院議員1年生の浜田和之さんにその復興担当の政務官を打診していたという話が出てきました。まあ、経緯は私もよく存じません。他党の方のことですから我々のとやかく言うつもりもありません。ただやっぱり政治家として大事なことは、その政党の公認で当選をしたということはやはり有権者にどう説明されるんでしょうかね。まあ、その点がいずれにしてもそういう動きがあったということであれば、そういうことは求められるのではないでしょうか。いわゆる政府与党の関政権 です、ね、その自民党野党に対してどう突っ込んでくるというやり方というのはどうですか。まあ、こうやって退陣余儀なくされている中で、そういうことをやろうとすることが本当に復旧復興を進めることにつながるのかというところをどこまで真剣に考えていらっしゃるのか、極めて疑問だと思います。与党の中からもそういった声が出ているということはまさにそうだなと思いますね。自民党なんかはですね、今回の昨日に結構反発していまして、その法案審議にも悪影響が出るというのが昨日になりますが、今後としてはいかがでしょうか。まあ、我々が伺っているところでは今のところ自民党を離党する考えはないと大臣がおっしゃったというふうに伺っています。まあ、この顛末がどうなるか我々は少し見守るしかないだろうと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。